リアルステーションに行くんです。オーシャンパークの漁港を通って。今日金曜日なんで、小学生。Thank you.
ました。ブルースリー見に行こう。ブルースリー。はどこに行くんだろうね。あのヘリコプターあそこに飛ばるんだ。あっちに。あそこに飛ばるんだヘリコプター。新しいショッピングモールかな。すごいね。穴開いてるし。ここも K11 だよ。K11。違うよ、あっちだよ、もっとあっち。あっち？うん。今デザインストア。似てる。そうだね。似てたから。そうだね。ブルースリーこの辺にいたと思うんだけどな、いないね。撤去されちゃった。スタバが上にあるんだ。これ前からあったよね、スタバ。ブルースリーまで行こう。
ちらからあちらから行こうか。行ったぜ。ギフトショップだけ見てみようか。
がアスペラルアイス。ここから見る写真が綺麗で、ラーメンにしました。辛いお店で辛くないようにしてくださいと注文しました。めっちゃ麺とお野菜簡単に、あれしっかりしすぎなんだって。そう、中国茶の種類がすごい。リプトンでもマリカ茶、ウーロン茶とか茶本当に濃い紅茶の種類が。チャーカイパンを買ってきました。ちょっと待って、チャーカイパンです。煮込んでこれがネギとネギ生姜かけると本当に美味しいんですが、口臭のもとになります。以上、私は香港に来てにわかにファンになったよこしょフレットのサラダを買ってきました。